シカちゃんの開運チャンネル。はい、始まりました。鳥越あずみ FM、プレゼンツシカちゃんの開運チャンネル、毎週火曜日3時から放送しております。ついに始まりました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。また一人やっておりますが、先週はですね、今月から、近野美彦の開運チャンネルのお題としまして、お題といたしましては、私がやっているマガタマセラピー、マガタマセラピーについての、案内をさせていただきますので、どうぞ、4,5,6 の3ヶ月楽しみにみんなで一緒に開運していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まずはじめに告知があります。じゃがじゃん。はい、私、このようにマスクをしておりません。マスクここに置いてあります。なぜかというと、毎度毎度のオゾンイオンのパワーで脱臭除菌、低濃度オゾン発生器トレイルフレッシュという機械がこちらに置いてありまして、この中は安全快適に仕事ができるクリーンな空間作りをしております。オフィスの空間をのウイルス対策、をきちんとしておりますので、安心して、私はこのようにマスクなしで仕事をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでよろしいでしょうか。先週、私の先輩である、講師であられます、いらっしゃいます、近藤美先生にお越しいただきまして、潜在意識、人間の持っている意識、潜在意識、顕在意識、集合的無意識、この3つについてご説明させていただきました。まず顕在意識というのは、例えば氷山に例えると、使っている能力、海の上に見えている意識、これを顕在能力と、顕在意識と言います。約人間が使っている意識というのは、いったわずか 4% しかないと言われています。そしてその海の底に沈んでいる意識、 96% の意識を潜在意識と言います。そしてその奥にある、潜在意識の奥にある集合的無意識、いわゆる私の意識が、潜在意識は海の底に沈んでいます。そしてあなたの潜在意識も海の底に沈んでいます。海が揺れると私も揺れます。私が揺れればあなたも揺れます。その私が揺れてあなたも揺れて、潜在意識と潜在意識が揺れることによって、それが集合意識につながる、それによって奇跡が起きるということを説明させていただきました。で、意識が現実を作っていくんだよということですね。そしてその集合的意識を使うことによって奇跡を目指す。それはオリンピック選手でも知らないような素晴らしい意識なんだということですね。で、今日やることは何かと言いますと、こちらのじゃがじゃん、くくり結びという紙芝居を読ませていただきます。紙芝居、この紙芝居がそのさ、今言った顕在意識と潜在意識、あとその集合的無意識についての、あ、小笠原さんありがとうございます。この意識を、すごく分かりやすく説明している分野ですので、紙芝居ですので、この紙芝居を約、50分今日は読ませていただきますので、この紙芝居、本当にFacebook ライブをご覧の皆様よりも、鳥越あずり FM をご覧のこの放送をご覧の皆様、ぜひね、これは本当にあと2週間後に YouTube で配信されると思いますので、ぜひご覧いただいて、何度も何度も見ていただけると本当に嬉しいです。そして私のやっている、その講座に来ていただいて、マガタマセラピストになっていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では読ませていただきます。はい、あ、安倍さんありがとうございます。今日はね、この紙芝居をやりますのでよろしくお願いします。こうやって僕が紙芝居やっちゃうと声聞こえてるのかな、大丈夫かな、大丈夫、 OK。 では行きます。はじめに、ありのままの自分を生きる、ありのままの自分で生きたいということを多くの人からよく耳にします。では、ありのままの自分とはどんなものなのでしょうか。自分勝手に生きるとか、また成長することを放棄して何の努力もしないということでもないのは明らかです。辞書で調べると、実際にある通り、偽りのない姿とあります。私たちの実際にある通りで、偽りでない本当の姿とはどんなものなのでしょう。パズル、
人間はジグゾーパズルの1ピースのようなものです。それぞれ様々な個性があります。欠けているところがあり、出っ張っているところもあります。長所もあれば短所もあります。でも世の中の多くの人はそれをありのまま受け入れられなくて、欠けているところ、ちょっと待って、逆、これ逆カメラ、でも世の中の多くの人はそれをありのまま受け入れられなくて、欠けているところを必死に隠そうとしてしまいます。ハリボテしたり、継ぎはぎしたり、パテで埋めたりして、自分にも人にも隠そうとする。それでいて、出っ張っているところを人に褒められたり認められても、本人は受け入れられずに猛烈に否定してしまう。そしてこんな怪しい姿になっているのです。これでは誰とも本当につながることはできません。逆にありのままの自分を受け入れるということは、自分が素晴らしいから受け入れるというよりも諦めに近い感じがします。ここも欠けている、こっちも欠けている、そこも欠けている、でもここだけは少し出っ張っているのかなと諦めて、そのまま受け入れているような気がします。そして欠けているところは隠すのではなく、素直に開示し助けを求める。すると、そのことだったら私はできるからやらせてとか、それなら僕がサポートできるよとか、周りの人たちがサポートしてくれます。人は人の役に立ちたいし、人に喜ばれたいものです。人が助けてくれたり補ってくれることで、あなたの中の感動、感謝の気持ちが湧き上がります。そして自分の出っ張りを使って、これなら私ができるからやらせてと誰かのサポートをしたくなります。ではなぜ神様はこんな欠けている形に私たちを作ったのでしょう。神様なら欠けたところを作らずに、完璧な形の私たちを作ろうとすればできたはずです。それなのに、わざわざ欠けているところや出っ張ったところを作ったのはなぜなのでしょうか。ありのままを受け入れたという私のパズルがパチンパチンと周りのピースとつながるたび、そこには人と人との間で感謝、感動、歓喜が生まれます。そうやって感動と感謝の歓喜で私たちがつながっていったとき、出来上がっていく絵を神様は描きたかったのかもしれません。感動、感謝、歓喜とともに、感動、感謝、歓喜ともに、みんなが輝き一つになっていく世界を神様は作りたいのだと思います。意識、今まで私たちは、ちょっとすいません、ちょっと大変なので、ちょっと下ろしますね。ちょっとすいません、失礼します。意識、私たちは今まで自分で自覚ができる顕在意識だけを自分だと考えて生きてきました。でも実際は、私たちには自覚のできない無意識である潜在意識も自分であり、私たちの人生に多大な影響を与えています。そして潜在意識の深いところで、集合的無意識、または宇宙意識と言われている、みんながつながっている部分、いわゆるワンネスと言われるものがあると言われています。無意識領域には自覚できなくても、過去性を含むたくさんのデータが記録されています。それは私たちにとって都合の良いものであれば、ものもあれば、そうでないものもあります。自覚できる顕在意識はわずか 4%、 無意識領域である潜在意識は 96% と言われています。当然4対96では 96% が必ず勝利します。なぜ自分は分かっているのにそれができないのだろう、分かっているのにどうしてそう思えないのだろうと、そんなできない自分を責め、私たち人類はその顕在意識と無意識の葛藤で
今まで苦しんできました。これからは私たちができる潜在意識だけでなく、自覚できない無意識領域も自分であり、それが現実を作っていることを知る時期なのだと思います。例えるなら、私たちが象だとします。ここ大事ですよ。けれど自分の存在を尻尾の産毛一本だと思い込んでいるようなものです。こちら、この尻尾の産毛一本だと象が思ったとしたらどうでしょう、ね、確かに象の一部ではありますが、象の産毛一本だと勘違いしている生き方というのは、象というありのままの生き方ではありませんよね。顕在意識だけが自分だと思っていることは、象の尻尾産毛一本が自分だと思い込んでいるのと同じことです。空間、私たちの価値観はどこまでの範囲でできているのか。ちょっと待ってね。はい、カメラ。私たちの価値観はどこまでの範囲でできているのか。その狭い価値観の枠を外していくことによって、もっとありのままの自分で生きていくことができるようになります。例えば近所のママ友達の人間関係の中だけにいたら、子育て中のくせになんでそんなおしゃれをしているのなんて言われ、おしゃれが好きな人がおしゃれができなくなってしまいますね。でも一歩枠の外を出ると、いろんな価値観の人々やいろんな生き方をしている人と出会い、もっと自由に自分らしく生きちゃってもいいんだとの価値観の広がりや、もっと自由な選択ができるようになります。また日本の常識は世界では非常識だったりもします。私たちは食べることにも困ることなく、日本にいながら世界中の料理まで食べることもできます。しかし地球全体のを見渡すと、食べることさえままならなくて飢餓に苦しんでいる地球が、地域がどれだけたくさんあるか分かります。また私たちは当たり前に医療や教育を受けることができますが、それらを全く受けられない国もあります。職業を自由に選択できなかったり、命の危機に常にさらされながら生活しなければならない人もたくさんいます。逆に落とした財布がきちんと交番に届いたり、地震などの災害が起きても世界を見渡すと略奪や暴動が起こらないのも日本だけです。それは当たり前ではありません。それが現実であり、そんな広い視野から省いたときに、生きる姿勢というのがよりありのままの自分で生きることになるのではないでしょうか。そして次に地球という枠も外した、この青く美しい地球を客観的に太陽系の視点から広い価値観で考えてこそ、人は小さなことにとらわれることがなく、ありのままの自分で生きることができるのでしょう。命の時間、自分の命の時間は生まれた瞬間から始まり、そして死んだらそこまでだと私たちは通常認識しています。でも実際は私たちの命の時間は確実に太古の昔から続いているのです。例えばあまり日焼けのしない地域の色白の家系の人が、日焼けをする地域に移り住んで日焼けする生活をするようになって、3世代目になるとなんと色黒の赤ちゃんが生まれてくるそうです。ですから指が太いとか細いとか足が長い短いなど身体的特徴の遺伝子には、先祖の人生が先祖の人生が刻まれているのです。それは肉体的特徴だけでなく、当然同じように精神の部分の性格的特徴もまた命の記憶として刻まれていることでしょう。日頃先祖なんて自分と関係ないと思っていて生活していても、肉体的にも精神的にも
その遺伝子の中に命の記憶が刻まれていて、きっと私たちの生活に毎日の影響を与えているのです。さらにそれを遡ると、哺乳類の頃、両生類、魚類の頃、または微生物の頃まで、すべての命の記憶も確実に私たちの遺伝子に刻まれています。だから私たちのお母さんのお腹の中で、私たちはお母さんのお腹の中で、十月十日でその進化の過程である命の記憶をすべて遡ってから生まれてきます。それから地球のすべての生命は同じ遺伝子記号で、遺伝子暗号で、ちょっと待って、すいません、すいません、失礼します。あ、吉野さん、金谷さん、ありがとうございます。ちょっとビビ、なんかビビ、あ、いかん、危険だ。今日ね、頼む、動いてくれ。あ、ダメだ、ちょっと待ってくださいね、すいません。あー、で、充電ができない、充電ができない、すいません、充電ができない、頼むって言ってきて。あ、どうもありがとう、どうもありがとう。できないよ、俺のパソコン、やめて。すいません、命の始まり、ここですね、初めからいきます。自分の命の時間は生まれた瞬間から始まり、そして死んだらそこまでだと私たちは通常認識しています。でも実際は私たちの命の時間は確実に太古の昔からできている、続いてきているのです。こう読みましたよね。あ、それ、さらに遡ると哺乳類の頃、両生類、だから私たちのお母さんをなんかこうで読みました。それから地球のすべての生命は同じ遺伝子暗号でできていると言われています。微生物から動植物も、人間は A、T、C、G という4つの科学の文字で表されている、情報の組み合わせで全て作られているそうです。ということは私たちは地球生命38億歳なのです。38億歳。自分の命の時間は生まれてから死ぬまでだけではないのです。命というものはずっと太古の昔から続いてきて、そして永遠に続く、未来までつながっていくものなのです。命の時間、いわば私たち現代人というのは船の先端に乗っていて、進化という大海原を進んでいるのです。そしてその船には私たちの全てのご先祖様の命の記憶と思いを乗せて、進化の大海原を今も進んでいるのです。次元、私たちは縦横高さの物理次元である、3次元の存在でもあります。地球に存在する他の生命も皆3次元的存在です。でもその中で人間だけが4次元を手に入れています。4次元というのはいわゆる次元、時間の概念です。人間だけが10年前を振り返ったり、10年後のことを考えて今を生きていることができます、生きることができます。動物たちは10年後のために今を生きたりはしません。動物たちは今この瞬間を生きています。ですから人間だけが夢見ることができるようになったのです。未来をイメージしたり、ビジョンを語ったり、計画を立てることもできるのです。さらに私たち人間は3次元、4次元の存在だけではないのです。5次元的存在でもあるのだと気づく時期がやってきたのです。この図はミステリーサークルで宇宙人からの私たちへのメッセージだと言われています。玉という字は5次元を表しています。玉は勾玉です。これは陰陽を統合すれば5次元に行けるよという宇宙人からの人類へのメッセージなのです。
ありがとうございます。左に寄ってます。ここですね。あ、危ない危ない。ちょっと待ちなさい。今の充電車で多分ね、途中で切れたら本当にごめんなさい。今ちょっとピンチなんです、充電が。これでよろしいでしょうか。次元、例えばここにも虫がいます。芋虫が前に進むのは1次元の線です。だからもし目の前に障害物、石があったらもう前に進むことはできません。幼児はやっていたことが妨げられるともうダメだと泣いて前に進むことはできません。でも2次元的思考が出たら、できたら2次元は面なので、このように障害物を避けて前に進むことができます。小学生のお姉ちゃんは二次元的思考ができるので、こうすれば前に進めるということが行事に教えてあげることができます。あ、違うのよ、この携帯がおかしいの、スマホが。ごめんね、ありがとう。しかし今度はこのようにどこまでも続く高い壁が立ちふさがっているようなことも人生では起こります。これでは二次元的思考では前に進むことはできません。でも三次元的思考なら縦横高さがある世界なので、このように乗り越えて前に進むことができます。だから大人になってくると、成長して乗り越えるということを考えられるようになります。しかし次はこのようにバケツにかぶせられてしまったように、どの方向に行ってもどうにも避けることができない困難に人生は見舞われたりもします。これでは3次元的思考では前に進むことはできません。でも4次元というのは時間が加わった次元で、地球では人間だけが4次元的存在でもあるのです。それでは4次元思考になるとどうなるのか。その場合バケツが置かれる前に進むかは、または進むか、またはバケツが風などに飛んでいくタイミングを持って進むという選択もできるということです。だから大人になるとタイミングとか時期がある、時間が解決するなどというのかもしれません。では私たちは次に迎えるべく5次元はどのような状態のことを言うのでしょう。それは4次元で見たビジョンを現実化する世界です。思考は現実化するというのは、現実ではほとんどの方が耳にしている言葉です。そしてほとんどの方はなんとなくそうなのかなと受け入れています。20年前にもしそんなことを言ったらオカルトだと怪しまれました。この絵で言うなら、蝶々がイメージし望んでいる世界、お花畑を凍る思考して、蝶々が想像して現実化するという、そんな世界です。私たち人類は想像して現実化する5次元へと進化し始めたのです。いよいよ自分自身が創造主として生き始める時代の幕が上がったのです。5次元、時間と空間というスペースに立体スクリーンを作り上げ、そこで 3D でできているホログラフィックの、しかも体験型映像世界を投影させているのです。しかもホログラフィックは五感で体感でき、360度投影できる映写機を肉体に搭載しているのです。夢を描き、夢を実現させ、夢の中で生き体験するのです。そのシナリオは日々自ら潜在意識によって書き換えられています。ですから今日からのシナリオは、ぜひ感動と喜びに満ちたハッピーストーリーに一人一人が書き換えていくことにより、集合意識も幸せで平和な世界へと書き換えていきましょう。ちょっと一旦休憩させてください。ちょっと水を拝見し、拝借、お水拝借。今日
この今スマホの調子が悪いのがなぜかというと、実はコーヒーをこぼしてしまったんですね。なんでだ、おかしいな、ちょっとすいません。困ったな。充電できないのは困りますね。よいしょ。よろしいでしょうか。岩戸開き、僕左で、僕の映像はないよ。僕のワイプ、そう、岩戸開き。現在日本ではあまりありのままの自分で生きているどころか、自殺者が3万人、実際は11万人とも言われています。そしてうつの人や引きこもりに至っては60万人いるとも言われています。でも世界で一番最初に引き持ったのはアマテラス大御神です。なんと日本の最高神は引きこもりだったのです。アマテラス大御神は伊勢神宮に祀られている神様で、雨の岩戸に引きこもった神様です。アマテラス大御神は弟のスサノオノミコトが暴れたことが原因が自分にあると自分を責めて、いわば自己否定をして雨の岩戸に閉じこもったという説もあります。ですから神々が説得しても出てはきませんでした。なぜなら心の扉は内側からしか開かないものです。でも結局最後は出てきたのです。一体どうして自ら出てきたのでしょう。そこに日本の現状の扉を開くべくヒントがあるように私は思えてなりません。雨の渦めが踊り、それを見た他の神々は大笑いしました。それを不思議に思ったアマテラス大御神は岩戸を開けて外の様子を覗きました。でも覗いただけではまだ外に出てきたわけではありませんでした。その時に神々が用意してあった榊の木に取り付けてあった勾玉の首飾りと鏡を見たのです。それを見たことによってアマテラス大御神は岩戸からお出ましになったのです。いわば引きこもりから立派な神様への成長ストーリーです。雨の岩戸開きの時に勾玉と鏡が揃いました。そしてアマテラス大御神が岩戸からお出ましになったことにより、スサノオノミコトが高天原から追放され、ヤマタノオロチを退治し、剣が手に入りました。それによって三種の神器が全て揃ったのです。その三種の神器はアマテラス大御神から新井の御事に授けられ、歴代天皇が継承してきました。そして今も日本で一番の宝物とされています。でもその勾玉、鏡、剣がなぜ宝物かというと、それらのものが高価だからということではなく、そこに込められた意味が宝物だとして、古来より三種の神器は日本では大切にされてきたのです。では三種の神器にそれぞれの意味とはどんなもので、三種の神器のそれぞれの意味とはどんなものなのでしょう。三種の神器。アマテラス大御神は岩戸にこもってしまいましたが、外があまりに楽しそうなので賑やかなものを不思議に思い岩戸を開けます。そして鏡に映った自分の姿を見たのです。そこには素晴らしい創造主の姿が映っていました。そこでアマテラス大御神は自己否定していた状況から、自らのありのままの姿の美しさに素晴らしさに気づいたのです。光り輝く創造主としての自分に気づいたのです。アマテラス大御神は新井の御事が天孫降臨するときに三種の神器を授けました。そして鏡を渡すときに、これが私だと思って大切にお祭りなさいと仰せになりました。これはただ物としての鏡を私だから大切に祭りなさいと言ったのではなく、そこに映るあなたを私だと思って大切に祭りなさいと言っているのだと思います。ですから
それが鏡である必要がありました。全国の神社には鏡が祀られていますが、あなたの中に鏡がいますよ、神がいますよ、とそれは伝えているのです。言い換えれば、あなたが創造主なんですよ、と私たちにも今も教えてくれるような、教えているように思います。ただ鏡だけでなく、鏡だけでアマテラス大神は岩戸から出てきたわけではありません。榊に鏡だけではなく、勾玉も意味があって取り付けてありました。勾玉も必要だったのです。アマテラス大神は勾玉を見て忘れていた都の教えを思い出したのです。都の教えとは、発末祭で一番大切な教えだと言われて、それを物で表したもの、物種が勾玉だと言われています。神が息を吹いた時、右巻きの渦巻きと左巻きの渦巻きが生まれました。それがイザナギとイザナミであり、男と女、光と影、善と悪、いわゆる陰と陽です。右巻きの渦巻きと左巻きの渦巻きが統合して、陰と陽が統合すると、無限の創造のエネルギーが生まれるというのが都の教えです。勾玉は2つ合わせると太極図になります。例えば、男と女が歩み寄ってお釜になるのがいいのではなく、男は男、女は女であり、愛し合い、補い合うことで生命を創造する。例えば、白と黒が歩み寄ってグレーになるのがいいのではなく、白は白、黒は黒であるから、お互いに寄り添った時、お互いの存在価値が生まれる。それが感動を生み、アートを創造する。それぞれがそれぞれのありのままであることによって、それが調和した時、一つ次元の違うものが創造される。それが統合であり、都の教えであり、現代日本でいう和の精神なのだと思います。その後、スサノオノミコトが人々を救うためにヤマタノオロチを退治するという行いをしました。それで手にした剣が意味するものは行いではないでしょうか、行動を意味しているのではないでしょうか。思うだけ、思考するだけなら、あの世に行ってからでも十分です。この物理次元のこの世、地球に来る意味はありません。行いをするために肉体は、肉体あるこの地球に来たのです。まとめると、鏡によって自ら創造主であることを思い出すこと、そして勾玉が都の教えであり、陰陽統合することによって創造のエネルギーが起きるということ、それらを踏まえた上で、剣というのは地球だからこそできる、行うこと、行動すること、そうすることによって地球上に素晴らしい世界を作りなさいと、アマテラス大神は決してそれを私たちが忘れることのないように、天孫降臨の時に忍びの御事に三種の神器を授けたのではないでしょうか。統合無水。では私たちは創造主として二極性を超えて統合して創造していくには、具体的にどうしたらよいのでしょう。マザー・テレサは、私は反戦のデモには参加しませんと言いました。でも、平和の集会なら参加しますと言いました。ある社会活動家は昔、原発反対運動の活動を一生懸命やっていたそうです。でも、お母さんに、お前がやっていることは確かに正しいことだと思う。でも、お世話になっている人が、ご近所の方が原発で働いているのだから、お願いだからやめてと泣いて頼まれたそうです。彼は悩み、葛藤したそうです。そして出した彼の答えは、原発を反対するのではなく、原発に代わる安全でクリーンなエネルギーが世の中に普及してしまえば、自然と原発はなくなるだろうと考えて、現在は新しいエネルギーの普及活動に人生を捧げています。古事記の中で、地畝の産屋という場面があります。火の神様を出産したイザナミは、それが原因で亡くなり、黄泉の国へ行ってしまいました。それを大変に悲しんだイザナギも黄泉の国に行きます。でも、見ないでほしいというイザナミとの約束を破り、イザナギは変わり果てたイザナミの姿を見てしまいました。驚いて逃げ出したイザナギをイザナミは追いかけました。この世と黄泉の国との境のところにある大岩のところで、2人は最後の会話を交わします。
イザナミが、愛しい我が夫よ、毎日私はあなたの世界の人を千人殺しますという意味のことを言うと、イザナギは、愛しい我が妻よ、それなら私は1500の産屋を建てようと返します。なんとイザナギは千人殺すというイザナミを反対もせず、戦いもせず、阻止することもせず、怒ることもせず、いわばただ放置して自分は1500人を産むと言っています。これが千穂の産屋です。私はここに日本の和の精神との教えの源流を見ます。世界は悲しい対立と争いに満ちています。でもそれもそれぞれ個人レベルにおいては、すべての愛ゆえ、正しさゆえによる動機では、動機でそれは起きているのです。愛の形もいろいろあるように、正しさも実は無数にあるのです。コップを横から見ている人にとっては、コップは長方形だと言います。それは紛れもなく正しいことです。でもコップを上から見ている人は、コップは円だと主張しています。それも正しいことです。正しさや正義も一つではない。それを争うことに何の意味があるのでしょうか。その争いや争いの怒り、恨みや怒りの連鎖、恐怖の連鎖を断ち切り、私たち人類はそろそろ対立する二元性から卒業する時なのだと思います。そしていよいよ創造主として生きる時代の幕が上がったように思います。そんな平和の創造は、一人一人の頃の心の中からしか始まらないのです。なぜなら私たちが創造主だからです。何かを恐れたり怒ったり反対したりと対立するのではなく、すべての対立を自分の中で統合して喜びながら行動していくこと、それによっていよいよ宇宙な平和な世界が、私たちの意識によってこの地上に創造していくことになるでしょう。以上です。いかがだったでしょうか。40分にわたってこの栗結びを待てていただきました。このね、陰陽統合のまずここに書いてあったことは、潜在意識と顕在意識の在り方、集合意識につながること、そして神様が、アマテラス大御神様が、この、日本に使わした三種の神器、勾玉、剣、鏡がどういったその大切なもので、私たち日本人に何を教えてくれているのかということを、今こちらのくくり結びという紙芝居で説明させていただきました。本当に一人でも多くの方々にこの素晴らしさを感じていただけると嬉しいです。決してこれは天皇がどうのとか、皇室がどうのかっていうものではなく、日本人の心としてこの勾玉の素晴らしさ、三種の神器の素晴らしさということを一人でも多くの方にしていただきたくて、この、今日はこのくくり結びを読ませていただきました。本当に、ね、このくくり結びを、の紙芝居を、ご覧になって、何かを感じることがありましたら、感想をいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、あと10分ありますね。はい、なんか、ちょっと疲れましたけども、ちょっと一回水を飲ませていただきます。はい、ではなんか今日はスタッフの方が素敵なコーナーを考えてくださった方で、ちょっとそれをやりたいと思います。でちょっとそれを見ます。この電源が入らなくなってしまっているので、今ねもうないんですよ。どうした？やって。今ね僕ね、このもう電池アップ寸前なんですよね。よろしいでしょう。もしこの Facebook ライブをご覧の皆様、途中で電池アップしちゃったら本当にごめんなさい。どうぞよろしくお願いします。で何、今見えない、何をすればいいのかなこれ見して。今ですね、ちょっと Facebook ライブをご覧の皆さんはちょっと分かんないかもしれないんですけども、今画面にですね、なんか何これはな、これを見てどう思うかってことを言えばいいの。今ねこんなこれを見て一言コーナーらしいです。今見てください。こんな見えますか。ちょっと待ってください。
今あとはこうやって見えますでしょうか。この画面、この画面を見て何を見ているのかって一言言えという、見えましたでしょうか。何を見、今見てるのはですね、障子を破ってお姉ちゃんの、お姉ちゃんってあの僕のお姉ちゃんじゃないですよ、若いお姉ちゃんの部屋をこっそり覗いて、ちょっと水がだん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 興味を持って、ああ大きくなって全部目が見えちゃったって感じかな。そんなイメージ。これ本当にこんなちっちゃいな、それがどん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 っていう感じの状態です。何言ってるか分かりましたでしょうか。すいません。はい、次。はい、次。え？見えない。もっと大きくして。これ。見えますでしょうか。これを見て、この画像を見て、何を思うか。何を思うか。いや。今、自分の中で起きていることが、とても素晴らしいことが起きて、オッケーって、千手観音のごとく、腕が後ろに8本あって、いわゆるなんだろう、チューチュートレインの状態、グッジョブグッジョブという状態です。かな？ OK。はい、次。はい、これを見て見えますでしょうか。あれ、これ映ってないのかな。これは猫がルービックキューブをやってるんだな、多分。猫がルービックキューブをやっている画像を見て何と思うか。これは猫にとってはルービックキューブじゃないんですね。色のついた餌、何を食べ、どこから食べようかと。黄色から食べようか、白から食べようか、赤から食べようか悩んでいるところで、持ったら回っちゃった。あ、若月さんありがとうございます。そんなような状況、これはねルービックキューブじゃん、餌、猫にとってはです。丸。はい、次。なんだこれは、なんだこれ。次の絵はこれです。見えますでしょうか。見えますでしょうか。これはな、宇宙人がハート、あ、多分ね、宇宙人が、チカチャンス大好きって宇宙人がどんどん、宇宙人が地下の海底に降りてきて、プロポーズさ、一緒にあの付き合ってってのがね、求婚されている状態。僕にとってはこの5人の、これは、ね、女性なんです、ハートが。いわゆるモモレンジャーでいいのか、そういうイメージ、僕にとっては、そういう感じですね。いわゆる宇宙から降りてきた宇宙人がの美女、これ美女なんです、の5人が、あ、今若月さんがね、猫ちゃんも遊ぶことも大好きですよって言ってる。若月さん、あれは猫ちゃんも、あ、遊ぶことは、猫も遊んでるっていう人もいました。はい、ということです。はい、僕は宇宙人がに、あの、付き合ってチカちゃん大好きって言われてるイメージ、これは。はい、次。ハゲてねえし、ハゲてるよ、薄いんだよ俺今。はい、これ却下。はい、これ却下。はい、次。なんだこれは。これはね、これ放送できるのか、生放送だから言ったら、俺の番組なんか関係ねえか。こんな穴ちっちゃくねえよ、もっとでけえよ。そんな感じ。それ以上は言えない。え？なんかこれ、僕こういうの好きじゃないな。目つぶし中。何やってるのか。はい、これ今こんな感じです。なんかあの、人、
男の子が2人いて、両方の男の子が目をつぶしちゃってるところ。僕こういう争い事好きじゃないので、ピッていう感じじゃないな。だから僕はまあ好きじゃないです、こういう絵は。いわゆる男の子ともお互いにハグしちゃう姿がいいですね。ハグしよう、ハグ。目つぶしじゃなくて、ハグ。OK？ 何これ？は？ちょっと待ってね。何これ？何やってんだこれ？すいません。今ね、こんな、これは看護婦さんが頭に何かをつけてるのか？なんだこれ、頭、さっきのハゲてねえ日につながるのか？かき氷？あ、かき氷を作ってんのか、頭の上で。冷てえよ。僕は飲食店のいわゆるか、たい焼き屋の親父でかき氷を作っていたから、これはない。真面目にちょっと答えてごめんなさい。はい、これも却下。はい、次。あ、三つ星だ。却下。これはあくまでもは終わり？終わり。はい、以上です。はい、私ありがとうございます。そんな感じですね。一応あと4分。今日はなんかかなり時間余りましたね。くくり結び読むだけで終わると思ったら、冷たい？いうことですね。何が言いたいんだ？時間が余りました。今何を、あ、です。じゃあ、今度のですね、はい、じゃあ告知があります。4月の、あ、いけない。告知のスケジュール表ある？スケジュール表。スケジュール。4月、今度のですね、今、これを消しちゃうと、ちょっと待ってね。ちょっと一旦消します。すいません、失礼します。待ってくださいね、Facebook ライブご覧の皆さん。はい、すいません、お待たせしました。今日13日ですよね。すいません。明日の14日の6時半からと、23日の、土曜日1時から、それと26日の1時から池袋で、この今やったマガタマセラピーの体験会をやります。ぜひこちらの、体験会に来ていただけると嬉しいです。14日、明日の6時半、23日の1時、26日の1時、この3日間、体験会をやりますのでね、ぜひ、このさ、今、画面に出てますけども、14日の6時半って書いてあるのか、ごめんなさい。23日の1時、26日の1日、1時から3日間体験会をやりますので、ぜひ来ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。もう一回告知します。4月の14日、4月の6時半から池袋、4月の23日、池袋、1時から池袋、4月の23日、池袋で3回、3日間、鹿信彦の、引用統合、引用セミナーをやりますので、ぜひ三重でもやってください。三重まで私が行くわけですね。あ、でも三重じゃなくたって伊勢神宮がありますからね、行ってやりたいですね。今、Facebook ライブをご覧の皆さん方から、私だから、伊勢でやってほしいぞ、池袋じゃない、伊勢だと言われて、今、天照大神様のお話をさせていただいたので、まあ、確かに一斉でやるっても意味があるかもしれませんので、はい、若槻さんから一斉でやってほしいというリクエストをいただきました。ちょっと今、素晴らしいご提案をいただいて、ちょっと即答できないところがありますが、まあ、そんな感じでよろしいでしょうか。潜在意識と書き換えの体験セミナー、池袋、14日6時半、23日の1時、26日の1時から池袋でやりますので、ぜひよろしく。
若月さん、池袋、東京に遊びにいらしてください。よろしくお願いします。はい、そんな感じでいかがでしょうか。50分まだ大丈夫、もう終わりというわけで、今日も、50分終わりました。ありがとうございました。すみません、これやるの忘れてました。こういった感じでやってますので、ご意見ご希望ご意見お待ちしておりますので、よろしくお願いします。まだやってる、まだやってるね、まだやってるね、まだいけるね。ということで、よろしくお願いします。皆様からの、ご希望、お問い合わせお待ちしてますので、よろしくお願いします。さよなら、来週もよろしく。